ヴァンフォーレ甲府の選手を紹介するプレイヤーズファイル。今回は得意のドリブル突破で甲府の攻撃を牽引する背番号39番泉澤仁選手を紹介します。甲府在籍2年目、私生活では去年第一子となる女の子を授かり、ピッチだけでなくパパとしても活躍が期待されます。そんな泉澤選手にサッカーからプライベートまでお話を伺いました。まあ、初心に戻りたいっていう気持ちと、まあ、プロ1年目だったの番号だったので、まあ、あとはまあ結婚記念日っていうこともあったので、あの、まあ、3月9日だったので、まあ、39というあの、まあ、気持ちを切り替えてまたバンフォーレのために頑張りたいなと思ったので39にしました。小学校2年生ぐらいからですね、近所の人がサッカーやってて、それに混ぜてもらってから、そこはサッカーにハマってしまったなっていう感じです。最初小さい頃は、まあ、センターバックとか、はい、後ろのところからなんかセンターバックからなんかもう全員抜いていけっていう感じの指示で監督がやってましたね。はい、今でもあんまドリブルが得意とかはあんま思ってないんですけど、まあドリブルは好きでしたね。はい、ドリブルの時は上半身が大事かなと思ってますし、そのやっぱボディフェイントっていうか、ボール触らなくて体だけで相手を騙せるっていう、まあ、練習をしてたら自然的に上手くなっていくかなと思いますけどね。やっぱスタジアムの時とかは、まあ、試合終わってサポーターの人とみんな喜び合う時が一番のサッカー やっぱやっててよかったなって、みんなが喜んでる姿を見るときは、まあ、そこですかね。はい、人見知りかもしれないですね、最初は。はい、だんだんと徐々に仲良くなっていくっていう生活ですかね。最初の頃とかプロ3年目のタイミングであの移籍したんですけど、最初の移籍のタイミングとかはちょっと人見知りだったんで、ちょっと苦労したかなと思いますね。とにかく子供優先っていうになりましたね。まあ、もちろんサッカーも大事ですけど、まあ、あとはもう本当子供の顔を見たらやっぱ癒されるっていうか、まあ、疲れが取れるって感じですね。笑った顔とか見ると、まあ、やっぱ生まれてきてくれて本当ありがとうと思いますね。まさは本当果物が美味しいっていう、桃ぶどうは特に楽しみかなと思ってます。はい、海の会長がよく練習の時に持ってきてくれるので、その時にはしっかり持って帰って食べてます。まあ、もともとすごい違うチームにいた時から、まあ、あの山梨に遊びに来てたので、で、まあ、いざ住んでみて本当に住みやすいなと思いましたし、周りの方がもう本当すごい優しくて、まあ、街とかも歩いてても、声かけてくれることが多いので、本当みんな豊かな人が多いなと思いましたね。まあ試合入るときは、まあ、見に来てくれてる お客さんに、楽しんでもらえるために、まずは勝たなきゃいけないなと思って試合に臨んでますし、まあ個人としてはその、まあ、ドリブルで仕掛けるところとか、その意外性あるプレーをして観客の皆さんに楽しんでもらえるようにやってます。もう昇格っていうことですね。まあ、それのために、まあ、やれることをやるだけかなと思ってます。サポーターの方も、上がりたいと思ってるので、まあ、一緒に頑張れたらいいなと思ってます。J1 昇格のために、皆さんと一緒に頑張るので、一緒に戦いましょう。応援お願いします。